今日のメニューは目から鱗の美味しさ、アマダイの鱗焼き、コンソメでポセした大根と冬瓜のサラダ、ブールブラーソースです。それでは調理スタート。皆さんこんにちは。今回は季節の魚アマダイ鱗焼きにします。材料は鱗付きのアマダイ、冬瓜、大根、コンソメです。まず最初に付け合わせの大根を円盤状に切り、コンソメの中でゆっくり火入れします。表面が軽く沸騰しているくらいの火加減がベストです。ちなみにポセは液体の中で素材をゆっくり煮込む調理法、冬瓜は千切りにした後シャキッとした食感にするために氷水につけておきましょう。この付け合わせは逆パターンもありです。大根をサラダに、冬瓜をコンソメで煮ても美味しいと思います。竹串などを刺して火の通り具合を確認します。刺した時に少し抵抗があるくらいがちょうど良い状態です。コンソメに入れた状態で火から外します。このまましばらく置くことで味が染み込み、大根がより美味しく仕上がります。次は鱗焼き。アマダイに塩を振ったら油を多めに引きます。フライパンが温まったらアマダイを投入。特に鱗を念入りに焼きます。 IH では170度、さすりなら中火です。油を多めにすることで鱗一枚一枚がきれいに焼き上がります。焼き色がついてきたら火を止めてひっくり返します。身に軽く火を通しフライパンから引き上げます。ブールブランソースの詳しい作り方は別の動画で解説しています。参考にしてぜひ作ってみてください。バターの風味が強いブールブランソースは白身魚の相性抜群です。焼き上がったら盛り付けに移ります。大根、冬瓜、アマダイ、ブールブランソースの順に盛り付けます。アマダイの鱗焼きは個人的に一番好きな魚の食べ方です。最初は鱗を食べるのと思いましたが、これが抜群にうまい。フランスでも出しているお店はありましたが別の魚でした。アマダイには残念ながら巡り合えず、ぜひ食べてみたいです。最後にブールブランソースをアマダイの周りに回すようにかけたら完成です。アマダイの鱗焼き、コンソメでポセした大根と冬瓜のサラダ、ブールブランソース完成。他の魚でも試してみましたが、アマダイが一番相性が良かったです。皆さんも鱗焼きを作ってみてください。ごちそうさまでした。ご視聴いただきありがとうございます。皆さん、高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。